よし、じゃあコックピーチ、パティシエピーチ、いくぞ、スイーツフェスタへようこそ。おかしな、おかしな、おかしなな。頑張る、そい。おかしい。ここはスイーツフェア。やってるよ。パティシエが作ったお菓子を振る舞うんだよ。フェスタ楽しみ、楽しみ、楽しみ。天才パティシエのケーキ食べたい。天才パティシエとはピーチのことですかね。ハメネスラ来てないみたいだね。よし、会場を待ちましょう。スイーツフェスタ始まるよ。そろそろかね、そろそろかね。もう開くか、まだか、まだか。スイーツフェスタは始まらねえんだよ。お菓子はいただいたぞ。いい加減にしなさい。治りなさい、治りなさい。落ち込んでる場合じゃない、まだ止められるかも。お願い、一緒に来て。行くぞ。お菓子が持ってかれる。お前らクッパか。そういえばあのお菓子お菓子食うためだけにキノコ王国かなんかが襲われた回あったな。ありがとうお嬢さん。あ、何やった、クッキーが、ケーキが、もうフェスタは中止だ、終わりだ、おしまいだ。農園、と、違う、あ、なくなったらまた作ればいいじゃないか。会場までまだ時間はある。材料を集めよう。君を手伝ってくれよ。こっちだ、農場に集めに行くの。そんな材料がこれじゃ間に合わないよ。強制調、やった、小麦ができた。収穫、これだけあれば。いや、今ここからこんな引かなきゃいけないでしょ。いちごよ、赤くなれ。イエーイ、カメラ目線さあキッチンに行こう。やっぱ劇なんだね。あの同じ場所を出たり入ったりしても、あのちゃんと話はつながっ、おっと危ない。皆さん騙されてはいけません。裏の方で出てますよ。危ねえ危ねえ。ちゃんと回収しなければ。ここはパティシエたちの特別なキッチンなんだ。さあ行くぞー。ああ、チーフがいないよ。どうしよう、僕らだけじゃ作れないよ。お前、パティシエじゃねえな。しょうがねえ。だったら私がなってやろう。行くぞ！パティシエピーチだ。チェンジドレース。これさ、洗うのめっちゃ大変だよね。生クリームだよ。パティシエピーチ。敵を生クリームで、ね、溺れさせて殺すんだね。殺しません、殺しません。バルドイ、その姿やはり君、これでフェスタを開催できるぞ。卵、いちご、小麦、
お客さんに配るクッキーを作ろう。お金何に使うんすか。ハイスコアだけ。あんまりジャンプ力がないね。大丈夫、なんか取り忘れない。1マップに1つずつね、あの光のかけらみたいな、きらめきのかけらかな。行くぞ。軽量しそうじゃない、うん、僕たちと一緒にクッキーを作って、時間までにできるだけたくさん作りたいんだ。完成したらワゴンに乗せてね。いきなりワゴン行きですか、うん、クッキークリッカー始まるよ。うん、 A をたくさん押して程よいところで離して完成。混ぜすぎると失敗しちゃうよ。連打？こういうこと？もっと？お。ワゴンで運ぶよ。はい。どういうこと？オーバークックとかでもそうだけどさ、こうやって後ろの回収するやつって来るじゃん。おお、すごいいっぱいできた。こいつらってさ、物乗せなくてもそのまま去っていくけどさ、お前何のために来たのって思わない？なるほど、普通のやつでもいけるんだ。回収の人。おお。ここで止めんのね。はいはい。ち、覚えた。一応マックスいけたかな。妖怪1ミクロン足りない。これ1個足りてないよね。うわー、つらっ。とても美味しそうなクッキーがいっぱいだ。お願い、引き続き力を貸して。急いでクッキーを運ばなきゃ。クッキーに運ばれてますけどね。スラタン、ケーキの土台はあるのに。あ、その姿も。君の力が必要なんだ。さらわれていくのはどうにかなりませんかね。この辺にいたら運ばれていくんだけど。じゃあちょっと行ってくる。お腹が空いたよ。よし、作ってやろう。ほら、君たちの分だよ。お食べ。わーい、わーい、お腹がいっぱい、ありがとうね。あの、お菓子でお腹いっぱいにしちゃいけませんって言われなかった？晩ご飯入らなくなっちゃうでしょ。ずれてる。ということでね、スポットライトがあるところは、ね、ここもだね。ZL か ZR でイベントを進めることができるんで、お忘れなく。あ、ジャンプ力が低い。マリオを見習え。ね、スカートなんか履いてくるからそんなことになるんやで。さっきね、あの剣士になってズボンになったらすごい高く飛べたじゃん。またゲージあるね。ケーキ、レシピみたいに飾りつけて。完成だと思ったら僕たちに言ってね。なぜブランコが。
え、捜査ガイド、うん、A でケーキをデコレーション完成だと思ったら B で調べる。できたよ。なんて素敵な、こんなの見たことない。次はケーキの方が勝手に回ってくれる。ラクティンラクティンで、中央にちょんと完成。チョコレートケーキ好き。欲しい。レモンじゃん。やり直しってあるの？できた。なんか今余計なのついたな。まあ部屋ちょっとぐらい。とりあえずクリアラインは行ったっぽいね。まあ満点目指して頑張ろう。しかも動いてる。これ難しない？めちゃむずない？全然わかんない。魔法だ。むずいな。クリアライン突破。多分一つ足りないよね。オッケーなんだ。あ、ダメだよね。君のおかげ、結構むずいぞ。素敵な経験をありがとうございます。ただこれ毎回最初からね、直すのかと思うとちょっと気が重い。こっちだよ。こっちだよ。開会式が始まるよ。いよいよだね。仕上げはクッキーだ。なんていうか敵さん一番初めに全部持ってったけどほぼ出てないね。君のおかげだ。クッキーを飾るのじゃ。俺の失敗作のケーキ飾られてなくない？スイーツフェスタ開催です。フレッシュ。 Thank you。 Thank you。 三村かな。フレッシュ。あ、リボン取れてない。あ、取れてる。ドレスリボンゲット。あー、フルコンしたいよね。To be continued。あー、やっぱケーキとかほら剣士も続きあるわ。忍者アクションっぽいステージもあるね。犯人はお前だ。おっと、フィギュアスケートに怪盗マーメイド。おー、カンフー。ロボヒーロー飛んでんじゃん。カービーっぽいんだよね、敵が。世界観が超カービーっぽいんだよ。10種類のコスプレができるということでね。プリンセスピーチ、ショータイム、ね。体験版はここまでです。続きは製品版でお楽しみください。ということで。
はい、ということでね、体験版では剣士 と、パティシエの一面がプレイできますんで、はっきり言いましょう、アクションクソぬるいですなので、俺の感想ですが、アクションゲームとして、期待している人は諦めましょう、ね、この演出を楽しむゲームと、割り切りましょう。大人は逆に言うと、ね、子供は、うん、こう演出を楽しむといいと思うんだけど、割とケーキ作るのとか難しかったんで、フルコンプリートしようと思うときついかもね。ということで、ただまで、一応多分この2つが体験版でプレイできるということ。なるほどね、全部クリアするとあれがなんか変わるんだね。上の階に行けないんじゃよ。まあ残念ながら体験版なのでね、忍者と、カウボーイは解放されません。しょうがないね。ムービーを見るって最後のあれかな。でもケーキ作るのと クッキー作るのはそうでもないけど、ケーキ作るのは結構難しいと思ったよ、あれで。最後あの動くもんね。なんで意外に子供がフルコンプリート目指そうと思うと地獄のないのかもしれない、ね、あのケーキ作るところだけやり直せたらいいんだけど、実際はやり直そうと思ったら多分これ最初からっしょ。ほらステージ。ちょっと入り直してみて頑張るぞい。スイズウェスターをやってるよ。飛ばす塔は出ません。で演出を何も気にせずに、突っ込めば割とすぐいけるのかな。そろそろかな、そろそろかな。私はいただいたよ。させねえよ。1回でフルコンプリートしなくてもいいのかな。でも持ってかれちゃったよ。もともとのパティシエさんたちはどこにいたの。コインは毎回リセットか。なんていうか、あれだね、演出を気にせずこうやって最速で行こうとするとテンポはいいんだけど、まあそれは面白くないからね。少なくても初回はね。ここちょっと罠だよね。気づかない人気づかないぞこれ。やり直すは多分初めからやり直すことになるんだよね。チェックポイントごとにしてほしいな デモを飛ばすってあったじゃない。ないのかよ。この金は入場が始まる。さあ
僕たちと一緒にクッキーを作っておくれと。完成したらワゴンに乗せてね。完成したらワゴン行きとか悲しいやろ。ということで、ルールを理解したんで。ヒップついた方がもう一個上か。結構ね、ギリギリまで行こうとすると厳しいんだろう。この虹で止めるのが安定っぽいね。わあ、でもごっついの来たよ。もそうだけどさ、これ騙されちゃいけないね。最後乗せれなかったけど足りたで、ね、結構きついよねこれ。足りなかった分追加されました。さあしかし景気むずいぞ、まあ、せっかくなんでね、あの1回で全部取らなきゃいけないかの、あのちょっと裏道の方はあえて取らずに行ってみようか。こことかね、ポーズすればコインがもらえるんだけど、これケーキの土台はあるのに、あ、その姿はパティシエ様、君の力が必要なんだ、手を貸してほしいんだ、ね、ここね、こういうとこ操作ガイド出てるね。怪しいところでね、アピールをしよう。あえて無視。さあということで、やっぱ序盤ね、簡単なやつを早めに取るべきだということで、レディー、せっかくなんでね、取った後にさ、もう意味もないのにつけてみようか。マイナスにはならない。10カウントダメみたいですね。回転板と一緒に行けば速くなるのかと思ったんだけど、判定が悪かった。ちょっと隙間ありますよね。ちょっとぐらい我慢でも OK な、まあ、終盤が難しいんでね、序盤は。え、今あかんって言われた。割と適当でもどうにかなる。さあラスト、よし
やったか。きっと大丈夫。繊細だ。歴史に残るよ。そこちょっとクリーム変なのついてるけど。でもね、初見でいきなりは結構厳しいんじゃないかなって思う。任務完成。序盤の簡単なやつをスムーズに、ね、クリアするのが重要だと思いました。これなら開会式に間に合うね。君のおかげなんよ。レシピ上の完璧な飾り付けだっと。見て、あいつら、ね、こんなこと言ってるくせにさ、初めのケーキの横についたクリームとかしっかり取ってるんだけど。え、不格好なやつは修正しちゃいましょうねっていう感じ。止める、重い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 。やったぜ。パーフェクトじゃないじゃないか。さあどういう扱いになる。ミスったやつだけの回収で OK か。でもまあまあ2回やればパーフェクトを狙えるって感じかなって俺は思ってるけど ね, ね、なんていうか自分がちゃんと20になったね。2回目以降は、ね、取り損ねたやつだけで OK みたいなね。ただ割とね、世の中俺が思ってる以上に、ね、そんなにゲーム上手くない人も多いんで、まあまあ子供だったら2回でも厳しいんじゃないかなって思うけど、まあ、何回か失敗しながらね、あのミニゲームもぜひ突破してもらいたいよね。はい、ということでね、コンプです。コンプメインメニュー、まあまあフルコンプリート目指そうと思うと意外にきつそうだなって思ったね。ただね、1回目はいいんだけど、2回目以降のあの再挑戦の時はチャプター分けしてくれると嬉しいな。アップデートでどうにかなりませんかね。チラッチラッということで、はい、ということでね、多分アクションを期待すると拍子抜けしちゃうかもしれませんが、まあ、最後の PV 内でもね、結構アクションしてるシーンもあったんで、終盤の方行くとアクションの方でも楽しめるかもしれませんね、ということで、まあ、一度ちょっと体験版触ってみて、ね、購入するか考えてみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、おそらく本編引き継ぎはないと思いますので、本編出たら最初からやり直しだと思いますが、ね、プリンセスピーチ、ショータイム、ね、本編でお会いしましょう。それでは皆様お疲れ様でした。また本編で。さようなら。